それではこちらブリヂストンブースではただいまから次世代を担う全日本ロードレースライダートークショーと題しまして、デュカティチーム加賀山の水野亮選手、そしてヤマハファクトリーレーシングチームの岡本勇気選手、さらに司会進行は世界の舞台で活躍なんと渡辺和樹選手をお迎えしてのトークショーをお送りしてまいりたいと思います。どうぞ皆さん最後までお付き合いください。それでは早速お呼びしましょう。準備はよろしいでしょうか。渡辺選手、水野選手、岡本選手、どうぞステージにお願いいたします。はい、どうぞ皆さん拍手です。お帰りください。皆さんにご登場いただきました。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、皆さん、おかけいただいてスタートしてまいりましょう。よろしくお願いします。どうぞおかけください。ではですね、早速、トークセッションを始めていく前にですね、皆さんもよくご存知かと思いますが、ステージにご登場いただきました、3名の選手の皆さんご紹介しながらお一人ずつ一言ずついただいてまいりましょう。ではまずですね、ゲストです、中央の水野亮選手からご紹介してまいりましょう。2年間のイギリス選手権を経て昨年全日本に3年ぶりに復帰、後半戦茂木で中須賀選手に真っ向勝負、最終戦鈴鹿ではなんと2連勝を飾りました。今シーズンはデュカティチーム加賀山から参戦、大きな注目を集めていらっしゃいます水野選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで今日はトークショーですけれども、いかがですか、モーターサイクルショーは。人すごいですよね。びっくりしましたね。ぜひぜひ、はい、今日はですね、いろんなお話聞かせてください、はい、よろしくお願いします。続いて向かって左側、岡本勇気選手ご紹介してまいりましょう。よろしくお願いします。はい、昨年5月全日本ロードの須郷で中須賀選手の連勝記録を27でストップさせました、その後も中須賀選手を本気にさせるほど追い詰めるレースが続き、成長著しいライダーです。今日はどうぞよろしくお願いします。はい、じゃあ一言を皆さんにご挨拶お願いできますか。集まっていただきありがとうございます。今日は、はい、和樹さんを元に盛り上がりたいと思うので、はい、よろしくお願いいたします。向かって右手はもう皆さんよくご存知かと思いますが、改めてご紹介しましょう。渡辺和樹選手です。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、改めまして渡辺和樹です。はい、今日は進行っていうね。そうなんですよ、実はですね、今日のステージはもう進行を渡辺選手にお願いしようと思ってるんですけれども、特徴のテーマは次世代のっていうところに、俺次世代で入れてくれるんだって一瞬期待したんですけど、まあ、実際のところ進行役っていうところで、はい、どうなんですか、進行っていうのはイメージないんですけど、やったことはほとんどないです。初に、まあ、でも今役に立つのが口しかないので、いや、両手はご覧の通り、ちょっとね、皆さん心配してるかなっていう気はしますけれども、はい、ね、ぜひぜひ今日もじゃあその、はい、渡辺選手のこう新たな魅力っていうことで、はい、司会もできるっていうところをですね、ぜひファンの皆さんに見せていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。すいません、この後ステージ始まりまして、どんどん集まっていただいているので、ちょっと後方の方も含めてですね、一歩ずつステージに近づいていただけますでしょうか。申し訳ありません。さらにさらに皆さんの、ね、熱気が伝わってくるかと思いますけれども、はい、ご協力ありがとうございました。ではですね、トークセッションをお願いしたいと思います。じゃあ、渡辺選手、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。改めてね、ここで MC 司会進行で一人ぼっちになると結構心細いんだなって今思いながら、そのというかマイクないのちょっと羨ましいんですけど、ここについてるマイク超お願いして、ピンマイクにしてください。持てないんで今、まあ、改めてちょっとお二人よろしくお願いしますってことで、お願いします。まず岡本選手にちょっとお話を伺いたいと思ってまして、はい、まあ、先ほどもね、ちょっとお話すごいありましたけど、中須賀選手が本当に怒涛で27連勝勝ち続けていた、はい、レースで、まあ、筒香ですよね、はい、本当ちょっと僕も昨日改めてレースを振り返って見てたんですが、一時ね、2番手3番手まで落ちて、はい、2秒5差を広げられたところから、僕が邪魔しました。岡本君のこと、カッパ屋で壁を作ってブロックしてブロックしてましたまあでもそのこうビハインドをもう本当レースのファステストを本当ずっと更新しながら、最終的に追いついて追い抜くところまで行ったレースだったんですけど、
実際どうでした、その時の心境というか、どんな気持ちで中須賀さんを追っかけたんですか。まあ、レース その序盤中盤あたりに、まあ、シフトミスしてしまって、まあ、そこで一気にバーッと離れちゃったんですけど、まあ、そこから基本落ち着いて、まあ、そのウィークも事前テストからもずっとそのレースを見越して 、走行してたんで、まあ、ちゃんと落ち着いて練習通りの走りすれば正直追いつけるかなと思ってたら、まあ、じわじわ追いついてきてたんで、そこからなんかもう、まあ、それこそ本当ゾーンに入ってたというか、ずっと、まあ、レース終盤でもファステストラップ記録できたりとかしてましたし、まあ、あとはやっぱりその連勝を自分が絶対止めたかったっていう思いはすごい強かったですね。いや本当、ね、あんなにこう引き離されるとライダーの心理としてはちょっと厳しいかなって脳裏によぎっても多分おかしくない状況だったと思うので、はいはい、でまあ、やっぱりあのチャンピオン中須賀を倒すためには、まあ、きっとこう強い精神力っていうのはすごくこう大きなキーポイントになるんだと思うんですけど、はいはい、まあ、本当それを垣間見れたレースだったなっていうのが改めて振り返って思った部分なので、はい、そうですね、まあ、これはね、まあ、きっとこの後、まあ、ちょっと開幕戦の鈴鹿に関してはちょっと悔しいレースだったのかなとは思うんですけど、はいはい、まあ、今年なんか対中須賀に対して考えてることとかありますか。まあ、基本ずっと同じなんですけど、バトルになったらやっぱりすっごい強いんですよ。なんで、一番なんていうのかな、勝率というか可能性が高いのはやっぱりスゴーみたいにああやってもう一撃で仕留めてすぐ逃げ切るっていうレースが、まあ、一番勝率的に高いのかなと思うんで、まあ、そこはしっかりそのレースのなんていうんですか、レース IQ の高さというか、まあ、上げていかなきゃいけないと思いますし、まあ、勝負どころしっかり見極められる、まあ、その速さも強さも身につけなきゃいけないなとは思ってます。なるほど、はい、まあ、スピード勝負みたいなところのイメージですかね。はい、まだ、まあ、まあ正直言ってまだ強さではそんな簡単に勝てる部分ではないので、まあやっぱ速さで対抗していかなきゃいけないなと思ってます。なるほど、はい、ありがとうございます。まあ、ちょっと次のステップとして水野選手、はい、まあ、今本当に注目度爆上がり中の、そうなんですよ、まあ、去年のね全日本最終戦でも、はい、2連勝、はい、まあ、まさにこのシーン、あのトップ争いをこのファクトリー勢に唯一こう絡んでいったライダーだと思うんですけど、 ね、はい、まあ、その中で最終戦2連勝、どんな気持ちでレース戦ってますか。まあ、今 その岡本君 のスタイルと逆なんですけど、僕はその速さが正直そこまである方ではないので、とにかくレースでバトルにこう引きずり込む、基本はもうこうこっちのフィールドに持ってくる方が自分はレーススタイル的に得意なので、もう本当どんどん前に出てます、ね、どんどん前に出てこうかんますようなレースを心がけてます。その去年のスタイル的には、まあ、で今年でメーカーを変えてドゥカティになったんですけど、まだ1レースしかやってないので、そのドゥカティのレーススタイルっていうのは正直分かんなかったし、まあ、この間はたまたま先頭でレースを引っ張れましたけど、そこのスタイルの変化っていうのは今シーズンレースを追い続けながら決めていこうかなと思ってます。なるほど、まあ、今回この2人、まあ、次世代のっていうテーマがついている中で、まあ、実は裏テーマとして、まあ、対中須賀どうやって倒そうっていう作戦会議を公開してる場でやろうみたいなところがあって、はい、じゃあ岡本くんに最初聞いた方がいいですかね。そうね。いやでもライダーとして、はい、多分プレッシャーとして、まあ、もちろん2人ともプレッシャー大きいと思うんですけど、はい、岡本くんは同じ車両、はい、同じチーム、全く同じパッケージで、その対中須賀をしなきゃいけないっていう意味では、はい、すごいこうきつい立場にいるんだろうなと思うんですけど、はい、まあ、さっきバトルにはまだちょっと中須賀さんに勝てない部分があるとか、はい、スピードでは負けてない、まあ、ポールもね先ほどもちょっと話裏でしてたんですけど、4回もうすでに取ってるんで、はいはい、じゃあそのスピードを生かすためにこういう作戦を取る、僕も過去レースしてる中で本当スピードを落とす方の作戦もやって、はいはい、そうですね、前で引っ張るレースもしたり、はい、色々やって中でなかなか難しい、勝てないっていう状況の中で、まあ、その中須賀さんの特徴みたいなのってありますか。特徴、まあでも見てもらって分かる通り本当に
レースに対してすごい強いんですよ、レース強さがやっぱすごいんで、精神面から切り崩すとか、まあレースとはまあまあ違うところでアタックしてみたいあれもあるんですけど、まあ、自分は絶対無理なんですけど、はい、自分は絶対無理なんですけど、まあでもその真面目な話をすると、まあ、自分こういう何て言うんですか、中坂さんと同じパッケージで同じその体制というか、あのほとんど変わらないパッケージであの乗らせていただいてるんですけど、そこに対して正直その何て言うんですか、プレッシャーとかきついとかなくて、まあまあ昨日もあの軽く話してたんですけど、あのもう目標はもう明確なわけじゃないですか、中坂さんをあの高い壁を倒せばいいだけなんで、だそういう立場に置いてもらってるってことは逆にありがたいことだと思って、分かりやすい目標がそこにある、はいはい、もう簡単な話なんで正直言えば、まあ、だからああやってその何年もの間ずっと高い壁で居続けてくれてること自体がすごいありがたいなとは思います。自分たちの目標になってくれてるんで、やっぱり常にそうですよね。いや僕もあの改めてレースする中でも感じてる部分でもあるんですけど、あんだけ勝ち続けて、あんだけ貪欲に勝ちを追い続けられる代なんてなかなかいないよ。本当にでそれがすぐ横にいるっていうのは、はい、多分きっとライダーとしてはものすごい高いモチベーションになると思うの で、 そ う、 で、ね、まあ、そういう意味でこう今後のレースがすごい楽しみなライダーではあるんですけど、はい、岡本選手自身、はい、まあ、そこをファクトリー対ファクトリーに対して、まあ、もう一個のね今年黒船が現れたっていうと水野選手が、はい、まあ逆にその中須賀選手と全く同じパッケージのバイクっていう立場からすると真逆の立場、そうです、ね、誰も知らないパッケージで今年全日本ロードレースに挑んでるっていう意味で、はい、まあ、かなりこう孤独奮闘っていう言い方になるのかな。はい、ちょっとその言葉を存じ上げないかと教えてもらっていただきます。ただ一人、はい、その言ったら、まあ、今年この車両で全日本ロードレースに参戦するっていう発表があった時点で、はい、きっともっと最初は苦労するんだろうなと僕は想像してたんですよ。僕も思ってました。あ、やっぱりその自分も思ってました。あんまりないですよ。いやでもその、まあ、やっぱ国内のメーカーの乗り換えであれば、ある程度は情報のノウハウもあるし、はい、乗る前からある程度予測はできるんですけど、このドゥカティのブリヂストンのパッケージ本当に前例がなくて、でドゥカティも BS のデータを持ってるのが MotoGP しかないので、うん、このパニガーレ V4R のブリヂストンのパッケージは本当にない、うん、で本当未知数なもので想像もできないんで、まあ、もちろん開幕戦からいい結果を狙って取り組んではいましたけど、まあ、レース内容的にも、まあ、トップを引っ張ってレースをするとは正直思ってなかったので、そこはこう幸先がすごくいいレースだったし、まあ、手応えをすごい感じた開幕戦になりました。実際のところ開幕戦戦ってる中でもしかして勝てるかもって脳裏によぎったりしました。いやずっと思ってました。これ勝てるみたいな。さすが。でも、まあ、そうやって思ったのも、開幕戦の1週間前に事前テストで初めてモノバイクを乗って、でレースウィーク1日走行が長かった木曜日からあったので、木金ってセッションを重ねる中で、その使用できるタイヤの本数っていうのは各ライダー決められてて、そのニュータイヤをどこで購入するかっていうのが、まあ、一つのキーになるんですけど、その割とニュータイヤをあんまり使わずにタイヤをずっと引っ張って引っ張ってタイヤをこうユーズド、まあ、酷使した状態でセットアップをしてって、で最後にニュータイヤを入れた時にポンって6秒フラッ頭ぐらいなんですね。で自分の手応え的にもこれで6秒ゼロなんだっていう感触だったし、その鈴鹿の6秒台って、まあ、割とリザルト上では結構出るタイプなんですけど、言うてもなかなか出ないタイプがまたタイムなんですよね。ちゃんと一個壁を変えて、はい、越えていかないと出ないタイムですね、はい、それをその短期間で6秒前半まで持ってきたっていうのはすごいバイクのポテンシャルを感じますし、今年のそのシーズンに対してもすごいこれいけるっていうのはそのレース前からもすごい感じてました、はい、いやこれただこの車両で BGS のパッケージがデータがないっていうのが、はい、多分皆さんにとっては想像つかない部分なのかなって思う部分もあるんですね。レース用のマシンにおいて、まあ、このタイヤっていう部分が占める割合っていうのは本当に大きくって、本当にタイヤが変わるとバイクのキャラクターもガラッと変わってくるんです、ね、
でそれがこの車両はワールドスーパーバイクでね、チャンピオンを取り続けてる実績のあるバイクがあるんですけど、ただこのブリヂストンっていうパッケージで走るのは本当に水野選手が初めて、しかもそれがレースの1週間前にあったテストで初めて履いた、そうです。それがあのタイム、そして、まあ、最終的に2番手でフィニッシュっていうところまで持っていけるっていうのは、本当、はい、僕もベースのポテンシャルがよほど突き抜けているか、水野選手がアホほど乗れてる、そっちかもしれないですね。はい、そうです。まあでもその去年の最終戦で本当自分の、J3 初優勝、本当同じ鈴鹿で、その最終戦の流れから的にも自分自身も乗れてましたし、なんかどこか絶対行けるなっていう自信はやっぱりあったので、まあ、それにプラスでこのバイクのポテンシャルが高いのが一つ、ああいうレース内容にできたのかなと思います。はい、まあ、レース鈴鹿の中で、まあ、勝てるかもっていうのはまあずっと思ってると思う。はいはい、でそれが、まあ、実際のところ、まあ、惜しくも2番手でフィニッシュってなって、はい、まあ、次のレースに向けてどうしようってなんか考えてるのか。いや、どうやって中洲が貶としめようかなって思ってます僕は。なんかその さっきの岡本くんとすごい立場が違うっていうか、自分はメーカーも違えばチームも違うので、その中洲さん、まあ、岡本くんもそうだけど、戦い方っていうかこのライバルとしての取り組み方が全然違うんですね。だ自分はすごいなんだろう、まあ、言葉通りとかその当たりやすいし挑戦しやすい、やっぱそこはチームメイトじゃないからこそできるところだし、やっぱ中澤さんって本当チャンピオンで、うん、さっき岡本君が言うように本当にこう一緒に走ってて同じライダーでもすごいやっぱ強くて、真似したくてもやっぱできない部分っていうのもやっぱ持ってて、そこをただ挑戦してても勝てないんで、それを自分たちは崩して打ち負かしていかないといけないんで、僕はとにかく当たり続けようかなと思います。はい、ぐらい、それぐらい強いラインですね。はい、いや本当ね、中須賀選手の強さ、多分同じサーキットで走ると本当に憎たらしくなってくるぐらいなんかそれもちろん映像でわかるライディングのうまさもあれば、やっぱその同じレースをしててライダー真後ろから見てるからこそわかるこの引き出しの多さ、映像では絶対わからないライダーに伝わるうまみたいなところが中須賀さんはやっぱ本当にあって、まあ、それが王者たる強さなんですけど、まあ、そういうところをこう盗みながら勉強しながら超えていかないとその先は絶対ないんで、まあ、それはまあこの本当2人でやっていきたいなと思います。うん、まあ、ちょっとその中須賀さんはもう倒さなきゃいけない存在でもあると思うし、逆に言うとこの先はもう倒せると思うんですよ、2人の今のポテンシャルの上がり方からすると、その後に想像する世界としてちょっとお二人に聞きたいんですけど、その全日本ロードレースをまあ本当牽引していく存在にならなきゃいけないっていうのがもう二人とも立場としてはある程度決まってるというか、そういうプレッシャーのかかり方もしてると思うんですけど、だからどういう風に全日本ロードレースを作っていきたいなみたいな展望みたいな、ちょっと大きいふわっとした話ではあるんですけど、めちゃめちゃ難くないですか例えば中須賀さんみたいにこうちょっと引っ張っていくような存在になるとかって、ふんわりとしたらいいなと思うんですけど、例えばの話ですけど、はい、その MotoGP とかスーパーあのワールドスーパーバイクってあのバトルすごいじゃないですか、はい、結構もう常にあの、まあ、MotoGP なんか特にそうですけど、誰が勝って毎戦誰が勝ってもおかしくないし、まあ、スーパーバイクなんかもうトップ数台でのバトルが基本激しい、すごいと思うんですけど、やっぱレースをその見てくれてる人って基本そのバトルだったりとか、まあ、そういうところに惹かれてあの見てくれてる方が結構多いと思うんですけど、まあ、今年はだからその全日本でも、まあ、先輩後輩ってかなって、ベテラン対若手みたいな構図が結構はっきりできてると思うんですよ。だからそういうなんていうのかな、まあまあそのストーリーとかも全部そうですけど、そういうバトル、根本的なバトルとかをやっぱり、まあ、毎戦毎年しっかり、まあ、内容の濃いバトルをしてれば、まあ、自然とついてきてくれれば嬉しいですけど、まあ、そういうなんていうのかな、ちゃんと実力のあるレースにしていきたいなとは思ってます。力と力のぶつかり合いを、そうですね、まあ、そういうのがやっぱり一番単純で面白いんじゃないかなと思うんですけど。なるほど、はい、
水田選手。あの僕は中須賀さんが勝ち続けてるのが本当つまんないんで、いや自分が逆にお客さんとして見ててもやっぱつまんないですよね。あの一人のライダーが勝ってるって本当にそれが当たり前みたいになっちゃってるのがすごく嫌で、でもその中須賀さんがやっぱりあれぐらい強いことがことに意味があるし、それを超えることに自分たちはこう意味をなしてレースができるんで、まあ、昨日も本当夜一緒にご飯食べてたんですけど、中須賀さんもいて食べてたんですけど、本当にこう貪欲なんですよ、うん、自分たちの年齢とかのギャップを関係なく話してても貪欲だし、勝ちにとにかく何でもいいです。レースもそうだし、食事もまあお酒でも何でもそうだけど、勝ちにとにかくこう貪欲で負けず嫌いの人なんで、まあ、だからこそ強いなと思うけど、うん、その強い中須賀さんがいる間に自分たちが超えていかないと、じゃあ中須賀さんが近いうちにじゃあ引退しました、いなくなったから自分たちが自動的にトップに上がりました、それ全く意味なくて、この強い人がいる中でやっぱ世代を変えていくっていうのが自分たちの使命であるし、使命だし、それをこの、まあ、岡本君はチームメートとして超えていくべきだし、自分はその今年持ってきたドゥカティの海外からの力も使って、まあ、業界自体に新しい風を吹かせたくて今年このチームを選んだので、まあ、その違った形ではありますけど、その業界を盛り上げられるようにするのが、まあ、自分たちの一レースをする身としてそこもやっていくべきなのかなと思います、はい。まあ、今年、まあ、もし仮に連覇を入れ替わる、連覇を止めるシーンが見れるとしたら本当に今年だと思うんですね。まあ、力のこう入れ替わる瞬間を多分目撃してほしいっていう気持ちがライダーとしてもあると思うんですけど、まあ、それが、まあ、もう開幕戦はね今第一戦として終わりましたけど、次のレース茂木に向けて、まあ、もう時間も差し迫ってるんで、来週テストだっけ、再来週です、はい。まあ、その第二戦の茂木に向けてちょっと2人ちょっと、ね、僕個人的に水野選手のドカティと茂木のパッケージは相性いいんじゃないかな、めちゃめちゃ合ってると思う、めちゃめちゃ合ってると思う鈴鹿よりいいと思います。ちょっとそういう部分あるんで、ちょっとお二人次のモテギでの抱負っていうところをお聞きしたいと思います。はい、水野選手から。はい、あのモテギに関しては去年あの夏の通報でも中須賀さんにこうバトルをできた、自分的にも相性のいい好きなサーキットの一つですし、まあ、鈴鹿しか逆に今ドゥカティは持ってないですけど、多分というか絶対モテギの相性がいいんですね、バイクがああいうレイアウトにすごく合ってそうで、で MotoGP を見てもドゥカティモテギ得意なんですよ。だこうメーカーのバイクの作り方的にすごく相性が良さそうなんで、僕はすごいいいレースができるんじゃないかなと思ってます。まあ、多分勝ってくれると思う、はい、ちょっと皆さん期待を含めて拍手をしていただければと思います。ダメでしょ。ちょっと勝たなきゃいけない、負けちゃいけない存在として、そうですね、ちょっと表現だから昨日も話してたんですよ、もう中須賀さんは3位ですよって。そう、あ昨日はここでタッグ組んで中須賀って言ってました。絶対負けないからなって昨日は言って、あそういう意味で貶めるって意味なんですね。まあ、まあ、いろんな意味ででも強かったですよね。いやそう強かった、昨日も強かった、言ってても強かったです。はい、なるほどなるほど。まあ、ちょっとね、あの次のモテギへの含めて、まあ、今シーズン本当1年通してね、皆さんにも全日本ロードレースこの2人注目して追いかけていただきたいので、まあ、ぜひ SNS やったりインターネットだったりで情報を調べていただいて応援をしていただければなと思います。よろしくお願いします。まあ、ちょっとね時間も含めてちょっとすでにオーバーしちゃってるので、まあ、ひとまずここでありがとうございましたということで、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ライドの皆さんありがとうございました。そしてお二人にはね今抱負いただきましたけども、渡辺選手いかがでしたか。まずはもう今日のステージ、まあ、ほぼ初 MC ですけど、いや素晴らしくなかったですか。多分今もこんな面白い話、まあ、時間オーバーしてるから、いやいやいや、もう本当に内容が素晴らしかったので、そして、はい、まあ、MC としてそして先輩として若いお二人のコメント力強かったですよね。いや本当に楽しみです、ね。まあ、僕もまだ現役のライダーなんでね、はい、ちょっとこれが治るまでおとなしくしてますけど、はい、治ったら負けないように頑張りたいですよね、はい。ぜひぜひ渡辺選手にもね活躍期待してると思いますので、拍手をお願いいたします。ありがとうございました。
ということで楽しい、トークセッションありがとうございました、残念ながら以上で終了となりますが、ぜひですね皆さん今シーズン各ライダーへのご声援をよろしくお願いいたします、それでは渡辺選手、水野選手、岡本選手盛大な拍手でお送りください。